静岡市の日本平動物園の人気者、ゾウのシャンティが天国に旅立ってから2日。今日から園内には喧嘩台が設けられ、たくさんの人が別れを惜しんでいました。ゾウ舎前にできた喧嘩台。日本平動物園の人気者として多くの人に愛されたシャンティとの別れを惜しむため、縁が設けました。悲しいです。昔から見ていた思い出を大切にしていただきます。 メスのアジアゾウシャンティは1970年1歳の時にインドから日本平動物園にやってくると、50年以上、この場所で暮らしていました。しかし、一昨日朝老衰のためこの世を去りました。53歳でした。動物園には開園と同時にシャンティの死を知った人が多く、訪れ、献花台の前で手を合わせ、人気者の冥福を祈りました。